オレゴレにオンデマンドめぐりんです。今日は基本的な茶碗蒸し作っていきたいと思います。はじめにまず白だしを取るところから始めましょう。まず鰹節2パックをお湯に入れます。スーッとこうね、香りをね取ったところで一気に、これじゃダメだろこれで出汁を取ります。はい、椎茸を切ったら茶碗にポン、エビをポンポン、これで具は完成です。次には先ほどの白だしに卵を2つ、はい、ぐるぐるします。そしてぐるぐるしたものに先ほどの白だしを入れます。はい、そしたら次にこちらの、茶碗の方ですね、ぐるぐるしたものを加えます。なんでこんな泡立ってんだ、なんでこんな泡立ってんだなんすかそれ、何の工程ですか。泡取りますフーフーとかしながら泡消すとかいうのはまだまだ素人、プロはすげえ、マジで泡消えた。そしてラップをして、はい、この状態で蒸し器の方にかけたいと思います。こちらです。これでしばらく待ちます。ただいま3時4分、はい、気温は40度となります。うわ、はい、3時間が経ちました。取り出してみましょう。はい、できました。それでは味見してみましょう。うん、まずい。何がいけなかったのかコメントに書いてください。ではまた来週。さよなら。